皆さんこんにちは、三原石田です。稲荷です。1ペディアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、2022年も始まりましたということで、はい、虎のお話をしていっております。はい、はい、本日の動画では虎、その本当のこの虎の方、うん、タイガーの方ですね、そこにまつわるいろんなお話をできればいいなとおりますので、こちら最後までお楽しみにお待ちください。はい、はい、1ペディアでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、通知ボタンの方をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、歴史にまつわるいろんな出来事をって言ってるのに虎の話をしますよっていうのは矛盾してるんじゃないかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、もちろん歴史にまつわるエトセトラでございますので、はい、はい、歴史に関係しそうな虎の話をして思ってはおります。古来より虎っていう動物がどういう風に見られていたのか、そのあたりなんですけれども、うん、今もね、もちろん動物園あるいは動画等で見ることができますけれども、どう猛で、うん、肉食獣で、うん、怖いというか、なのでやはり昔から予期しない暴力というか恐ろしいものみたいなもので例えられるものに虎を使われることが多かったようです。もともとしかも虎の生息地域というものがアジア圏、あるいはまあロシア、シベリアの方にもいるんですけれども、の方の生物なので、ヨーロッパとかの方だとちょっと馴染みがない生物なんですね。どっちかというと獅子の方ですかね、向こうは。そうですね、向こうの方はそういったものになるかと思います。ライオンとかですよね。あとはクマですね。あとはオオカミですかね。あ、ヨーロッパですと、はい、あ、なるほど。のがやっぱりメジャーになっていくんですけれども、はい、アジア圏だとやはりもう抜群にトラ大人気、大人気です。はい、ヨーロッパとこの中国、このアジア圏の虎の違いで言うと、例えば星座なんですけれども、うん、オリオン座のあの三つ星、三つ星ありますよね。ベルトのところですか。ベルトのとこ、はい、あれは中国だと、あれ白虎の星かなんかなんですよね。あ、そうなんだ。そう、名付けた人たちが見た当時の空に輝くあの星が、どっちかっていうと白っぽい輝きをしてたんじゃないかなというふうにはちょっと思いますけどね。なるほどね。はい、さてこの虎、いろんなものに例えられております。以前あだ名の水滸伝の回でもちょっとご紹介させていただきましたが、ならず者とか、そのなんとか子、歪脚子とか青眼子とか、はいはい、いろいろつくようなあだ名につけられることも多かった、多かった。それはどちらかというと悪いイメージもちょっとあって、例えば歪脚子なんていうのは足の短い虎って意味ですから。ああ、そうなんだ。そう、そいつはあの短足でならず者なんだよって言ってるだけですからね。うわー、悪口だ。例えばそういう風につけられることもあります。でもやっぱ強いものはなんていうんですか、こうかっこいいというか、うん、ちょっとこう仰ぎ見る感があるので、うん、例えば三国志の世界なんかだと蜀の五胡大将軍みたいな言い方で、蜀のいわゆるその武官の将軍トップ5みたいな、並べて表現したりするような使い方を三国志演技の方でそういう風にやってることもございます。三国志5人ですね。筆頭が関、張飛、はい、馬長、孔忠、張雲と並んでいますけれども、うん、まあこれが5人の虎のような大将軍だよと、強いんだよというふうに挙げられたりとかもしています。この中でとさらに言うと、張飛なんかは、うん、そのヒゲがすごくもじゃもじゃしてるんですけど、うん、もじゃもじゃしてるね。そう、関羽はこう美善行っていうんですね。あ、シュッとしてるヒゲだ。美しいヒゲっていうことで有名なんですけど、はいはい、張飛は荒々しいんで、張飛みたいなヒゲを虎ヒゲって呼んだりとか、うん、あ、張飛はあれは美善行とは言われなかったんだ。美善じゃないんですよね。美しくない。そう、もうややこしいなと思いますけれども、はい、虎の中で言うと、獣の面、人ではない浅ましいみたいな、はいはいはい、面を強調すると、うん、中島敦の三月期、はい、三月期有名、はい、三月期、ここの主人公の片割れと言いますか、その李朝さんは虎になってしまうんですね、はい、なってしまった、はい、臆病な自尊心ゆえに浅ましい醜い獣になってしまったというような、うん、表現がございますけれども、うん、はいはい、まあ、そういう意味でも虎というのが当時の中国社会、あるいはそれを書いた日本社会においても、こうちょっと神聖史、あるいはこう獣として人間よりも低いものとして見てる、その境ら辺にある生き物なんだなっていうのが逆に伺い知ることができるかなと思っております。ここでいわゆる伝説の虎、はい、まあ、虎の要素が入っているものたちをちょっとご紹介していきたいと思います、はい、まあやっぱり思い浮かべるのはあのジェフ・ウィリアムズとか、あとはマートンとか村山実とか、どうしてもそこら辺が思い浮かんじゃうんですけど、
そういう話を始めるとちょっと怒る人が多分出てくると思うんで。そうだね。何言ってんのか分かんないよね。僕もこの伝説の虎って考えた時に、まず阪神の助っ人外人が出てくると思ってなくて、自分でも。ランディ・バース。そう、バースとかね、掛布とかさ、が出てきて、いや違うんだよと思って。マートン。伝説の虎、いわゆる妖怪とか化け物とか、そういったものに、やっぱ虎は強いんで、要素が含まれることが多々ございました。多いんだね。はい。特に中国では多いんですけど、日本でも実は一つございます。鬼、履いてるパンツ。虎柄だよ。そうなんですよ。なんでそこに入れたっていう。何の理由もなく、鬼って虎のパンツ履いてるじゃないですか。確かにね、なんか別に藁でもよかったよね。そうそうそう。あるいはさ、例えば桃太郎とかでもさ、桃太郎たちが着てる服を鬼が着てたっていいじゃない。別にね。でも、虎の腰巻きしてるんですよね。確かに。あれはやっぱりその強いもの、誰かその獣的な要素を鬼に固くしてるんじゃないかっていうふうに研究されてる方もいらっしゃいますよね。ちょっとね、よくよく考えたら鬼、虎の皮を剥いでっていうことですよね。そう、鬼、虎より強いってことですよね。そういう意味で、ね。虎より強いんだな、奴、はいはい、らは。まあ日本にもそういった要素がありますよ。はい。中国では本当にその鬼をモチーフにした妖怪たちがたくさんいます。九鬼。まあ見かけない字でございますけれども。ああ、すごい字を書く。すごい字を書く。この九鬼さん。ざっくり言うと、翼が生えた虎というようなビジュアルイメージで捉えられています。ペガサスみたいな。うん、そうだね。翼が生えた馬だもんね、あれね。そう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 。虎に翼を授けるっていうのは、どっちかというと、孤児生後にもあるぐらい、強いものが手に負えなくなる例え。鬼に金棒じゃないですけど。さらに強くなったと。あ、そうそうそう。叶うことがないと。そう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 。それがこの九鬼さんのビジュアルイメージですね。はい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 。で、どういう化け物かというと、これは悪いものの見方。ほう。こう善人を食べ、悪いものに善人をこう差し出すみたいな、なんかそういった伝承もある。反面逆に悪を食い滅ぼす存在みたいな風に書かれることもございます。おー、そういうこともある。逆もしかり。逆、だから伝承がどこかで逆に伝わったのか。あー、なるほどね。あるいはもともと別々の存在を表してたものが九鬼っていうものに統合されてしまったのか。あらら、そこら辺はちょっとね、わからないところではあるんですけど。なるほどね。まちょっとメジャーな化け物なんだと思います。そういう意味で言うと。なるほど。はい。僕の愛読しております藤田和弘さんの漫画の牛音虎っていう漫画があるんですけど、はい、これの番外編にこの九鬼が、現れておりました。九鬼をやっつけるお話があった。まあ、よければ、そちら読んでいただければと。やっぱり、やっつけられる方なんですね。やっぱりね、悪いイメージなんだね。悪いイメージなんだね。はい。なるほど。九鬼以外にもいます。スーグという、これは、どちらかというと、いい化け物っていうとあれですね、随獣みたいなものなんですけれども、それが現れると、その、世の中が栄えた証拠になるというか、はいはいはい、吉祥の証明みたいな。おーおー、以前やりました、キリン。あれなんかと同じようなグループですよね。なるほどね。このスーグは、黒い斑点を持つ、白く輝く虎。ほう。五色な彩りを持っているふうに、みたいな書かれることもあるんですけども、っていうふうに書かれているもんなんで、なんかちょっと一瞬パンダかなと思っちゃいましたね。これパンダじゃないっていうふうに言ってる学者さんもいます。やっぱそうですよね。黒い斑点を持ち、色の白いというね。はい。ただ、もう一個特徴があって、体よりも長い尾っぽっていうふうに必ず書かれてるんですよ。ああ、だいぶ長いですな。そう。ただ、必ず書かれてるって言っても、誰かが見たわけじゃないんで。まあ、確かに、確かに、確かに。そうそうそう。ただ、後々の時代、明の時代ですね。はい。に、定和っていう人が、はい。異国の地でスーグを捕まえました。あれ。皇帝に献上するんですけど、それやっぱパンダだったんじゃないのっていうふうに言ってる学者さんもいます。なるほどね。はい。まあ、さすがにどうだろうとは思うんですけど、まあでもね、白い体に黒い斑点って言われたら、まあ、現代ではパンダ。パンダになっちゃうよね。でも、スーグパンダ説ね。ただ、スーグに関しては、十二国記っていう大変面白い小説があるんですけれども、こちらに結構出てくる。まあ、九鬼も出てくるんですけど。あ、そうなんだ。あ、スーグもこう出てきて、そのイメージで覚えてらっしゃる方が結構多いんじゃないかなというふうにはちょっと思っておりますね。はい、そして、まあ、虎の、まあ、妖怪というか、伝説上の生き物といえば、先ほどもちょっと名前が上がりました、この白虎。この白虎。まあ、白い虎ですけれども、はいはい、西の方角を司っている聖獣みたいな、はい、ふうに言われることが、多いです。ちなみに東が青龍ですね。で、南が朱雀で北が玄武。で、この西を司る白虎。西を司っているので、江戸城の西の方に作られた門。これを虎の門と言います。なるほど。そっから来てるんだね。そうなんですよ。なるほど、なるほど。混同しがちなのが、方角も、この十二支で表すことが多いですね。はい。
例えば東北側のことを牛虎の方角って言ったりとかするんですけれども、ね、牛虎とこう順番に当てはめていくんですよ。はいはいはい。で、虎の方角、そうすると大体ちょっと北東というか、北北東寄りになるんで、西じゃないじゃないかってなるんですけど、これはまたちょっと別の話です。ね、この白虎、そもそもこの白虎っていうのを何で覚えたかっていうので、こういろいろこう世代とか思考が分かれるなっていうのが。そっか、それなんかあるんですか？それありますよ。私は、1981年生まれでございますけれども、はい、やはり白虎最初に知ったのはおそらく悠々白書だったかと思います。ああ、なるほどね、はい。ところがこれが田中良樹さんの総流伝だったり、あるいは不思議遊戯だったり、もしくはロマサガ3だったり、ゲームの。そのあたりだったりっていう人もいるんじゃないかなというふうには個人的には思っておりますけれども。僕はね、陰陽師でしたよ。なるほど。うん、映画？萬斎さん。萬斎さんの。そうそう。シュッシュッシュッ。はい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 。そう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 。やるの。あ、なるほどね。で、真田さんが捕まるの。捕まるのね。そうそうそう。そうそう。気づいたらこうね、結界に張られてて。はいはいはい、はい。そう、出られないみたいになっちゃってね。あ、それで、この白虎とか。そう、玄武とか清流っていうのを知りましたね。まあ、もう陰陽師に、陰陽がね、関わってくる単語ではありますから。んそんな感じでね、白虎一つを取ってもいろんな人と話題になるかと思うので。はい。よろしければちょっと覚えておいていただければ楽しいなと思っております。はい。はい。さて、次回もまた虎にまつわるエトセトラ続いてまいりますので、そちらも楽しみにお待ちください。はい。はい、それでは、次の動画でお会いしましょう。さよならー。